ライチムにようこそ。はい、今日はですね、稲葉さんのソロライブの円 3.5 で神奈川県にやってきてます。昨日の2月1日のライブの方の情報をツイッターの方で見てるとね、かなり盛り上がったようなんでね、横浜アリーナの公演は2日間だけなんですけども、かなり盛り上がるんちゃうかなと思いました。久しぶりになんか声を出せたみたいな感じなんで、本当のライブ感を思い出せた感じでテンション上がってたっぽいんでね、すごく楽しみです。朝神奈川県に着いたんですけども、ライブは19時からなんでね、ちょっと夜になるんで、その前にね、神奈川を回りたいと思います。横浜はね、もうこの間ハイウェイ X の時に結構回りましたんでね、今日はちょっと飛び越えて鎌倉になってきました。修学旅行とか遠足とか来る場所なんでしょ。この辺を回りながら大仏さんとかもあるみたいなんでね、楽しみに行っていきたいと思います。ラッカー。今8時ぐらいなんですけども、もう早速ね、学生たちがいっぱい来てます。小学生やら中学生やら高校生やら、有名な鶴岡八幡宮にまずやってきました。観光の観光地のメッカみたいな感じのもんで、まさか自分はここに来ると思わなかったんですけども、1日前にね、決めたんです。実はどうしようか悩んだわけです。わー、結構広いですね。こんだけ回れるかな、午前中で。めっちゃ遠いイメージだったんですけども、意外とね、横浜駅から30分弱ぐらいで来れたんでね。で、今歩いて10分弱ぐらいで、鶴岡八幡宮に来たんですけども、意外と近かったんでね、サクッと回れるかなーって感じです。調べてたら、行きたいとこいっぱいできたんでね、ライブ前のハードスケジュール。おぉ、すごい。基本的に情報がないんでね、新鮮ですわ。お参りしてきます。鶴岡八幡宮を越えてね、銭洗弁財天、こちらに行こうと思ってます。結構今住宅街越えてね、ずっと歩いてるんですけども、銭洗弁財天と佐助稲荷神社、ここはねパワースポットらしいんで行ってきたいと思います。山やな、結構。ほんまに山や、トンネルでできたで。銭洗弁財天 100m、 登んの民家の中の山やな。この最後の 100m きつ。ほんまにこれ登山や。あ、見えてきたんちゃうかな。見えてきましたね。どうやらここのようなんですけど、すごいな、山の中や、マジで。ちょっと行きましょうか。すごい神秘的。この線香ろうそくとこのザルをね持ってお札を洗いに行きます。お参りしましょう。ろうそくをつけました。ザルでお金を洗うみたいですね。こちらの水でお金を洗うみたいですね。1780円行こうと思ったらなかったんで1800円行きます。すごいな、洞窟の中にある感じ、パワー感じました。ついが近くにあって佐助神社に行ってみたいと思います。源頼朝の、ね、神社らしいんですけどね、よう考えて今日一粒万倍日ですね。縁起がいいな。はい、到着。コートクイーンになるね、ここは。大仏さんとかね。ちょっと門くぐっていってきます。入場します。あ、見えてきました。お、関西やったらね、奈良の大仏有名なんですけども、鎌倉といえば大仏。でっけ。近くに寄ってみます。すごい大きい。大わらじ。こういうね、大仏さんの後ろが気になるタイプですね。どうなってんのかなってちょっと空いてるしね、なんか中入れたりしないかなと思って、太陽の塔みたいにめっちゃ気になる。あら、入れるんかな。入り口発見者気になる。まあ入れなさいですね。これが江ノ電ですね。江ノ島とか行くやつですよね。海岸沿いとか走る電車でしょ。ちょっと海見てこようかな。今までさ、駅がいいじゃないですか。ルート134、星なんか勢いで海岸まで来ちゃいました。関東はこういうとこあるからいいですよね。広い、しかも。あ、サーファーがいる。稲葉さん、あっち行ったら江ノ島とかね、もうちょっと町行ったら富士山が見える海岸もあるらしいんですけどね。夕焼けとか絶景じゃないですか。冬の海辺をあてもなく歩いた。
りあえず今からね、この江ノ電乗って鎌倉まで戻って横浜の方に戻ってお昼ご飯を食べたいと思います。集合ね、横浜のとある店、とある店って稲葉さんの下宿していた下の小場所安藤さんでランチをしたいと思いますので、今からそこまで行ってみます。はい、横浜着きました。安藤さん今から行こうかなと思ったんですけども、その前に東の伊勢神宮ってね、伊勢山大光明神分からへんかってすごくね神々しいねスポットがあると聞いたんで、こちらの方をねちょっとお参りしてから、お昼ご飯食べてから会場に行きたいと思います。もう今日は神々しいよ、すごくね。明日が節分になるんですね。お参りしていきます。豆まき行事、明日ってこれ豆まくんです。お兄ちゃんだったよ。もう今普通じゃないんですよ。今も相手も50過ぎたよな、うん、58でございます。俺もあれいくつだと思う、うん、これで半生、はい、はい、わかんねえだろ。72だよ。どこに田舎が来たのよ。大阪です。多分な、ちょっと混じってもな。でこの一角全部は俺んちだからよ。あ、そうなんすか。そうだよ。それでか、大騒ぎです今日は。あ、今12時過ぎなんですけど、めちゃめちゃ並んでますよ。100人間違えちゃう。えらいことなんだ。安藤さん、まだ並んでろ。そのしろも脱落します。脱落します。すいません、もう脱落組になります。今からペリーニの丘に行きます。じゃあ脱落します。後で会場、はい、後で会場入れちゃうけど、会えたら会いましょうか、はい、どうぞ詰めてください。じゃあ脱落しました。ようやくね列の方が順番になりました。2時間ぐらい待ったマジで。まだ後ろ並んでるじゃん。まだまだ中も大混雑で、ビールファン以外の人も、ね、結構いたみたいでね、余計混んでたみたいですけど、さらになんか今日は通しみたいです。だからまあ続々とね、まだ今会場から向かってきてる方も多いみたいですけどね、めっちゃ並んでるから今日はね、地元の人がびっくりしてます。なんか次々ね、なんでこんな並んでるんですかみたいな感じで。あ、もうちょっとだ、温まりたい。ファンノートあるんで皆さん書いてますね。ちょっと書いていきましょうか。足跡残しておきます。足跡残しておきました。あ、ゆかさん、うなみさん、足跡残しておきました。和田のポスターと色紙もいっぱいですね。こちらです。山一郎とりあえず入りました。2時間半ぐらいかかったな。寒かった。3人揃いましたね。まあ、朝は1人で行ってきましたけど、ゆかさんと横浜で合流して、つなみさんは大遅刻。昨日参戦してるからね。昨日ちょっと余韻がすごかった。1週間ぐらい。帰ってきた？帰ってきた。誰かさんと違って帰ってきた。1日帰ってきた。誰かさんは帰ってこなかった。電源になります。すいません。ありがとう。ドマチックのカレー、コロッケ、そば、フレイコ。シアンのセレクト版を予約して、ポスターをもらう予定だったんですけど、多分もうないかな。行ったら感じできるもんな。ちょっとピンチかも。まあ、グッズは今回ね、そんな買う気なかったんでいいんですけど、ポスターかな。あとガチャができるかどうかって感じかな。ちょっと違った。先にガチャの方に行ったから、メダルがどうなるか。全然ガチャはそんなに混んでなくて、むしろみんなグッズに行ってたから、ガチャはすぐできて、その後グッズに行って、1時間ぐらいなるんだ。マシやん。ここ2時間半。9時に着いて、並んでたのが50人ぐらい並んでて、ファイナルやつが勝ったわ、うん、白いやつは。ライブの時は流してくれてる。レアテレビ懐かしい。テレビのめっちゃ古いのどこまでも。はい、何やってます。4番コロッケ入り、あとマジックこのそばです。前来た時はね、シーンの時来てるんですけど、多分その時そば屋やのにうどん頼んでるっちゅうね。鴨駅ました。でかい、ボリュームある。この前いい話聞いてたんで頼んじゃいましたけど、お店入ってからもね、皆さん頼んだんで、ちょっと楽しみやな。これやん、卵5個分買ってらしいです。行きます。とろける、魂もとろける。魂とろけて大丈夫。とろける。
ごちそうさまでした。あゆかさんが SS やからな。そうやな、どこかやな、楽しみやな。1列目でもう帰ってこられへん。終わったから連絡して、ゆかさんは連絡ないけどどうしようっていう捜索願いで、捜索まあ一旦行って並び、ガチャあれば回し、ポスターさっき見ようかな。グッズと CD、ガチャは売り場客、うん。このね、3階に稲葉さんがね、下宿してたんですね。今や稲葉さんもこんなビッグになって、本当にビーズファンの聖地になりました。すごいっす。横浜アリーナ到着しました。4時過ぎて結構な人になってますね。早速行かなあかんのはキアンの予約、そしてポスターがあるかどうか行ってみましょう。とりあえずポスターはね、あの今のところ配ってないというかなくなったみたいなんですけども、予約みたいな感じで押さえてくれるみたいなんで、一応申し込みを。こんにちは。ポスターもらえました？グッズも買いました？ノーポスター置いててくれるみたいで、今話聞いたら、ポスターは別で。時間半はね。そうそう、今入ってきたんで。人がいるので、そのまま美味しかったです。今食べに行ったんや。どのも美味しかった。みんな、なんかいい感じで仕上がって、ホクホクしてるから、よかったです。楽しみましょう。行きまーす。ありがとうございます。そしたら、今からね、やっぱりガチャの方が、もう、際どい時間になるんで、回そうかな、やっぱり。回さんとかな思うんだけども、回します。何回回そうかな。2回回で。一応、狙いじゃないねん、今回。何が欲しいってないけど、そのね、円の、これちょっと見して。これ結構いいなと思って。これ狙おうか。うん。イナバーマン、まあ、イナバーマンもええねんけど、これ狙いで、2回だけ回します。多分。行ってみましょう。2回行くから、1200円ね。銭洗い神社で上がった、最強の金運の1200円。金運アップということで、運試し。イカさんも2回。イカさんとチャレンジです。何狙いですか？ない。ない。まあまあまあ、思い出として。そしたら、コイン2枚です。なんで書いてあるの？差し出し。専用メダル、当日限り有効。さっきゆかさんです。チャレンジ。何でしょう？はい。では、行きましょう。1回目。これはファイバー？あ、じゃあ、カバン系？さあ、何が出ますでしょうか？あ、なんでいいだろう？イナバーマン。カンバッチイナバーマンで、どの色でしょうか？じゃ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 ん。出る？ええの？よかったでーす。じゃあ、おむつ。これが、何やろ？バッグ一緒かな？一緒。カバンや、紐がついてるから、カバン、もう一丁？ファイバー、見たの？あ、だからいいじゃないですか。見ました。これ、缶バッジです。円の、ブルーの、ナバーマンです。5種類あるんやったっけ？ 5 種類で、コナミさん何個あったん？昨日。赤以外。赤以外？やらへん。結構いい。じゃあ、マッチのマッチする。あ、そういうことです。はい。いい。ガチャでした。コナミさんのガチャの分を、みんなが応援すんの。なんでやん。カンパ？どんなカンパ？気合型ラーメンで。え？そもそも。いや、いつも。もうな、10回回して1回出ると思ってるからわかんない。1回入魂とか。イナバーマン赤出ろ。それやってガーンっていくのが多いから立ち直れないね、こっからはい、なおちゃんです。ガチャ回しました。何出ましたか？赤なんでたんだけど、赤だけが出てる。ということは4つ出た。4つ出た。何回回した？10。やったんね、さすがやわ。で、あと1個足りんのか。頑張って今黄色を赤に変える計画を。青出てんけどな、あんまり今回回してんから探してきますわ。イナバさんの魅力を一言言ってもらうぞ。あんまりそこじゃん。間違いない。楽しみに行ってます。じゃあ楽しみましょうね。はーい、またねー。ありがとうございます。プレザーランドで待ってます。プレザーランドで待ってます。また、メイクでしてください。また会いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ここにいちゃいけないんだね。あら、まだ。あー、そうかそうか、ダメだよね。タックだもんね。もう5時ぐらいですけど、結構空いてるかな。うわ、すごい人ですわ。なんか今からね、ここでバーブラザーフッズのマスターがね、集合をかけてる写真会が今からあるみたいなんで、ちょっと待ってみようかな。じゃあみんなとこうやって歩きながらと。この時間入場時間じゃなかったんで、どこですか？続いてたんですけど、今日入場時間が早まってるっぽい。撮影の集合をやってますね。人多すぎるんですね。時間帯もあるしね、場所的に難しいかもしれんけど。どういう感じだい？早まり撮ったらどうですか？こっちにバーッと決めて。トヨタさんの写真の会、こちらです。
あ、まあ、もう、もう、ちょ、もう、ちょ、正座できないの、私は。すごい、すごい。いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。ふうさんの写真の感じ。すごい、はい、山梨アッキーさん、ありがとう。どうもあだー、昨日仕事連絡できなくて、今日も仕事半日しから来たんです。楽しみですね、今日は。楽しみですよ、ね、本当楽しいっすわ。昨日のなんか情報がね、もうみんな見てるけど、激アツなんで、セットリストはもうこんな状況なんで、もうイントロが始まった時にウォーが止まんないですよね。新鮮やと思った。新鮮ですよね。円から2、あの円ボール全部すべて行ってるんで。あ、そうなんですか。新シリーズの魅力は何ですか。やっぱり稲葉さんのその世界だと、サポベンがやっぱりいつもと違うから、サポベンの音色がやっぱ全然違うんですよね。稲葉さん色が出てるしね。出てますね。世界観っていうのが全然違いますよ、ね。ライブでね、聴けるってのはね、貴重かなと思って。やっぱライブは貴重っすよ。今日本当楽しみで。うん、もう本当、ほとんどは 2days 来たかったんですけど、うん、ごめんなさい、今日だけですって感じで。そんな風に集中して。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。また。またこれじゃあ、多分泣くでしょ。いや、絶対泣かへん。泣かへん。あの、敵も泣かないんで。始まって、イントロ泣くでしょ。泣かへん。で、終わったら、この場所に会いましょうか、後で。えぇー、ミスターってなってるから、こんなの抱きしめてくれた。すみませんね。楽しみます。からあ、福岡のタカです。タカさん、よろしくお願いします。そうです、以前あの2回ぐらい来させてもらいまして、はい、いろいろ人生ゲームとかトレーラーとか見させてもらって、ありがとうございました。結構遠征されるんですね、福岡から福岡まで、はい、なかなか激アツですよ。チケットが取れるところはちょいちょい、うん、あの遠征してるかなって感じです。プレジャーも始まりますけど、そうですね、考えてはるんですか。いろ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 考えてますね。佐賀2日間来たいなと思ってまして、あとはヤンマーのファイナルとかね、うん、稲葉さんの誕生日とかもヤンマー来てください。はい、行きたいなと思いますし、ぜひリアキアリーナも取れたらいいな。どこでも来そうですね。そうです、そうです。結構新しい会場行ってみたいなっていうのがありまして。コアのファンですか。いえいえ、そんなことはないですけど、いつもあの動画を見させていただいております。はい、またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。今日お会いできてよかったです。こちらこそ、はい、楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。5時過ぎやけどね、9時になったら、入場するみたいです。昨日来た人に聞いてもなんか今日多いって言ってね、どう並んでどこから入るのかちょっと分かんないですけどね、時間になったら行ってきたいと思います。なんかとにかくやっぱりね、昨日行った人の話聞くとみんな激アツなんで、すごく楽しみ。皆さんもね、全国的に今日は配信がありますんで、それを見てね、また一緒に共感共有し合えたらなと思いますんで、またお話ししましょう。じゃあまた時間になったら入っていきます。はい、今出てきました。いや、凄まじかったですね。初の稲ソロ体験、よかったです。皆さんはどちらに見られましたか。以上で、すごく熱くなってみたんですけども、ライブビューイングも配信もありましたし、それぞれね、見方はあったと思うんですけども、めちゃめちゃ自分の心の中に稲葉さんが入ってきて、わしづかめにしていきましたね。何よりも、この大歓声ですよ。歓声を出せる感じのライブを久しぶりに味わいました。マスク越しでも歌って OK というライブになりましたんで、めっちゃ声かれてます。出せる限り出しました。最初は躊躇してたけども、もう最後はガンガン行きました。稲葉さん自体がもう目を覚ましていきましょうよと、声を出していいだろうっていう感じの曲もどんどん揃えてたんで、もう思わず出ちゃいましたね。今日のこのライブをきっかけに、いろんなものが変わってくるような気がしました。みんなの意識も変わると思いますし、私もすごく意識変わったし、前向きになると思いますし、稲葉さんの人間性があふれるライブでしたし、攻めるとこは攻めるし、心に入ってくるバラードがもう止まらんかったな。この後私はもう横浜から大阪に帰ろうと思います。ポスターもないかと思ったんですけど、後で配られるところでゲットしましたんで、こちらの方もお店の方で飾っていきたいと思います。やった。それでは今日は以上になります。じゃあせーの、お疲れ。また会いましょう。バイバイ。